私は輪島市にいます。1月に起こった能登半島地震から9ヶ月が経ちました。9月21日に起こった豪雨災害によって、能登半島では非常に大変な被害が出ています。復興に向けて歩みを進めていた方々が心が折れかけています。本当に厳しい状況です。今こそ皆さん一人一人の力が、ご支援が本当に必要です。ぜひご協力をお願いいたします。